どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが11月11日の木曜日なんですけれども、タイガースは今日から本格的に周期練習が始まっていくということで、ここに関してもいろんな情報が出ているわけなんですが、先日帰国を発表したマルテ選手、マルテ選手に関してはホークスをはじめ複数球団が獲得調査に乗り出しているわけなんですが、このマルテ選手が帰国の時に発表したコメントが、タイガース愛に溢れたもので、現状タイガースと相思相愛状態にあるということで、今回の動画ではこのマテ選 の今後の契約について、マルテ選手が一体どういうコメントを出したのか、そしてタイガースはそれに対してどう動きそうなのか、そして後半戦よく言われていたマルテ選手の4番起用問題ね。こういったところについて、具体的な数字も示していきながら深掘りしてお話をしていきます。では、お話をしていきますが、まずは本日から本格的に始まった秋期練習の情報です。コロナ禍ということもあって、甲子園と鳴尾浜の2つに分けて行っていく形になる。秋期練習なんですが、今年は異例の選手だけじゃなく、首脳陣も含めた1。12軍の合同スタイル野手を甲子園投手を鳴尾浜に集めてお互い。 意識しあって高め合う目的で、ここういうういいい形ををっっていくってくとを矢野監督が明かしましまたで矢野監督のコメントですけれども、近いところに球場が2つあるんだったら別れてやるっていうのもいいし、コーチもこうやって1軍2軍が重なってやれるのもある意味プラスのことも多いんじゃないかなと思うしね、若い選手有望なまだまだ磨けば光るような選手はたくさんいるんで、その中から来年キャンプに連れて行っていいかなとか、面白いとか、1軍を経験させることで成長のスピードアップもするんじゃないかなというやつは1軍のキャンプにも連れて行くということで、今回の周期練習不参加のメンバーは、西投手、仁保投手、秋山投手、 投手青木投手鍛冶屋投手梅野選手,野選手糸原選手糸井選手近本選手、そしてスケット選手。これらの選手たち以外は全員参加で、来シーズンに向けてのアピール合戦が始まっていきます。若い選手にとっては、ここでアピールできれば来シーズンの春のキャンプは一軍で過ごせる。きっかけになる時間ですからね。バッターもピッチャーもどんなアピール合戦が待っているのか、ここから非常に楽しみです。そして、もう一つ。この周期練習の中でちょっと気になる情報。それというのも佐藤輝明選手がシーズン中から痛めていた。左膝の影響で一部別メニューをこなしたという情報ですね。ポイントなのはシーズン。 ということと、左膝まずシーズン中というワード。去年も近本選手が実は足を痛めてました。とシーズン終了後に明かしていましたが、やっぱり我々のわからない部分で、選手は満身創痍で戦っているということですね。で、もう一つが左膝という部位。佐藤選手は後半戦に入ってバッティングの状態がガクッと落ちてしまったわけなんですが、解説者の方々の指摘を見ていくと、やっぱり左足に乗っけている時間いわゆるためですよね。ここが前半戦と比べて少ない分前に早く倒れてしまって粘れてないっていう風な声が多くありました。もしかしたら、これは左膝の痛みがあったために踏ん張り切る。 ででききず、まあ、軸足に溜めるこここととができななかかったたののいうことをを、まあ、情報を見て感じましたね前半戦いい時の佐藤選手はぐっと貯める時間が長くてそこから一気にインパクトして打球を飛ばしていましたから、まあ、少なからずこの怪我が影響していたのかなと周、まあ、期練習に参加していない選手そして参加している選手の中でも完全にオフに入るまで何とかやりきるぞと、まあ、無理をしている選手もいるかもしれません、まあ、特に若手選手にとっては大きなチャンスですからねそこはうまく自分の体と相談しながらやっぱり怪我してそれが長引くと選手生命そのものが短くなってしまいますからね 直しししななながらかかつつ1年目にに見つかった課題克服に向けてて有意義な時間を過ごしてほしいいと思いますでは本題に入っていきますが連日お伝えしている助っ人選手の情報なんですけれども先日今シーズンでタイガースとの契約が切れるマルテ選手をホークスが狙ってるという動画をアップさせていただきましたがそのマルテ選手が帰国でこの帰国時に残したコメントがタイガース愛に満ち溢れたコメントでこれはもう残留確定路線かと話題になってますそしてタイガースもマルテ選手に残留要請を出しているということなんでそれぞれのコメントを見る限り相思相愛の状態ただホークスだけじゃなく他の複数球 普段もマルテ選手を狙ってるという情報が出てきています。ですので、今回の動画ではマルテ選手が一体どういうコメントを出して帰国していったのか、そしてマルテ選手の起用法に関してはもう4番はやめてくれと3番で使ってくれとタイガースファンの間でも多く声が出ていましたが、それはなぜなのか、残っている数字をしっかりご紹介していきながら、マルテ選手が1番力を発揮できる起用法はどんなものなのか、こういったところについて深掘りをしていきながらお話ししていきます。では、まずマルテ選手の今シーズンの成績ですね。オフシーズンは選手。それぞれについて深掘りしてお話しする。動画が多くなりますが、それぞれの動画で簡潔に。 選手がどういう一年を過ごしたかっていうのは、まあ、それぞれの動画で視点を変えながらご紹介していきます。で、マルテ選手の成績、今シーズンは128試合に出場して打率が2割5分8厘、446打数115安打、ホームラン22本、打点が71打点、盗塁はゼロ、出塁率が3割6分7厘、得点兼打率が2割8分8厘ということで、前半戦はまさに MVP 級の活躍を見せて首位ターンの原動力になってくれましたが、やっぱり気になったのは後半戦の失速。その前に二軍調整の時期が長くなって、矢野監督と直談判することもあって、まあ、どうしてもしこりが残ったまま。 プレイしていたのが後半戦でした。現に9月は打率2割2分より、10月は打率1割8分9厘まあ、中軸を任せるにはちょっと寂しい数字でしたが、矢野監督は最後まで4番として使い続けました。まあ、この4番起用に関してはまた後ほど後述していきますが、それでも終わってみれば大山選手と並んでチームトップタイの71打点ダントツトップの至急74個出塁率3割6分7厘に ops818 マルテ選手の活躍がなかったらここまで戦えてなかったですし、1年目2年目から一気に飛躍してくれたのは間違いありません。前半戦の最後に少しだけ怪我の心配がされましたが。 それも長引くことはなく、長期離脱がなかった。1年間戦えたことは大きなプラスだったと思います。で、そのマルテ選手が帰国。そこでマルテ選手は我々タイガースファンに向けてこういったコメントを出してくれました。阪神タイガースファンの皆さん、今シーズンも応援ありがとうございました。優勝という目標に向かって、チームのみんなで取り組んだけれど、達成することができなかったことが本当に悔しいよ。でも優勝という目標が達成できるまで、これからも全力でチームのみんなとファンの皆さんと一緒に頑張っていきたいね。ということで、まず率直にこのコメントはファンとしてめちゃくちゃ嬉しいですよね。確かに直談判のことがあったり。 があったりで後半戦ちょっっとイメージは良くなかったかたもしれません前回の動画でも起用法が難しくなるなら契約もどうかなという内容のコメントも複数いただきましたですがあの明るくチームを盛り上げようとする力は間違いなく今年の原動力になりましたし3年目残しておいてよかったなと言える数字を残してくれたのは確かです今シーズンの年俸は推定7000万円この年俸で20本以上打って OPS が818なら上出来だと個人的には思います確かに助っ人選手の力を高望みすればこのレベルの選手がもしタイガースにいてくれたらなというのはもちろんありますよ、まあ、打率は低くてもいいか から例えばレアード選手みたいな30発40発毎年計算できるような選手をと何、まあ、な,ならオースティン選手級のバケモン連れてきてよってね、まあ、確かにオースティン選手はすごいですあれはもう他球団ファンから見ても羨ましくなりますしタイガースは現にボコボコにやられてますからインパクトは絶大ですただ隣の芝生は青いじゃないですけれどもやっぱり他球団の助っ人選手がよく見える一方えまるで契約切れるのめっちゃいい選手やんうちが欲しいわーと他球団ファンの方々のコメントを見るとこういう内容のものが多いんですねですので新しい年俸次第ですけれども7000万円でこれだけ活躍してくれた後半戦の失速 ありましたが、ある程度の昇級を求めるのは一ビジネスマンとして当然の流れかなと個人的には感じてます。で嬉しいのがこの優勝という目標が達成できるまでこれからも全力でチームのみんなとファンの皆さんと一緒に頑張っていきたいねの部分ですね。まあ、これ見方によってはタイガースで来年も野球をする気満々だよと捉えることができるコメントかなと。もちろん社交辞令もあるとは思うんですが、ここまではっきりと口にしているということは揉めた時期はあったもののタイガースに対して悪いイメージは持ってないんじゃないかなということが推測できます。タイガースは今12球団で最もスケッ選手にとって居 いいい球団と呼ばれていてメジャーから日本にやっててくるる選手の中ででも一目置かれてる球団なんですねやっぱりそういうところに自分が身を置けているそしてそこで中心バッターとしてシーズンを走りきれたということに対して誇りを持ってくれてるんじゃないかなと個人的には思ってますそしてタイガースは残留要請を出すというコメントを以前から出してるわけですから今この状況はまさに相思相愛あとは11月の末までに契約をまとめることができるか選手側が法外な契約を求めてきたらそこの調整は行われるでしょうし逆もまたしっかり前回の動画でもお話しさせていただきましたが他球団しかも フォークスが絡んでくるとなれば、倍増の1億5000万あたりが基準になる気がしますね。これ以上まるで選手側が望んだり、フォークスはじめ、他球団がこれ以上の金額プラス3。4年とかの契約を出してくると、マ、まあ、スワレス投手の残留交渉もありますから、厳しくなるかなというのが僕の見立てです。で、このまるで選手の起用法なんですけれども、後半戦タイガースファンの中で多く声が上がっていたのが4番起用についてですよね。まず、大前提として4番で起用されたこと。それが100%の原因で数字がガタ落ちしたとは僕は思っていません。もちろんメンタル面。そしてうまくバッテリーに攻められた。まるで選手。 低めの見送りというのは日本トップクラスなんですが、まあ、横の変化には手を出したり、見送ったりということで三振が多くありました。まあ、見切ってるというのもあるんですけれども、やっぱりこう自分の中で決めて見逃すっていうのがあるんで、低めの変化球はボールになるけど、横はストライクになるっていう感じで、あ、ちょっとあっさり終わってしまったなっていうのがありましたよね。まあ、その辺を相手バッテリーが見抜いて、低めを振らすより、横の変化で勝負してくることが多くなったなというのは見ていて感じたんで、まあ、それも一つバッティングの状態を落とした要因かなとは考えてます。ただやっぱり4番に入ってから明らかに多くなったのは、ボンフライと強引に打ちに行く やっぱり大山選手、佐藤選手、サンズ選手、この辺の選手たちが揃って状態を落とすと、もう一発打てるのはマルテ選手だけだということは本人も分かってたと思います。で、自分もちょっとヒットが出ていない、ヒットが欲しい、でも4番だから決めていかないとっていうね、まあ、本来の良さでもあるじっくり見ながら高級筆打の姿勢というのが失われてたかなという風に感じました。それを表す数字として、マルテ選手が前半戦、ほぼ全試合で務めていた3番でのシーズントータル打率は2割8分5厘あるんですね。も、ま、う、あ、これってもうそのまま前半戦折り返した時の水準。なので後半戦に入っても3番ではある程度ヒットが 出てていいたっていう風なのががこれが証拠ですしかしこれが4番になるとシーズントータル打率はなんと1割8分3厘もちろん先ほどもお話した通り状態が落ちてきたときに4番を任されてるんだから、まあ、相対的に4番の打率は落ちるよねと4番は合ってない理論というのはオカルトチックだよという意見も重々承知なんですがそれでも1割以上変わるものでしょうか選手それぞれ性格があります糸原選手のように何番を打っても自分の仕事はつなぐことと、まあ、割り切って試合に出られる選手は稀だと思ってますそこは本当に糸原選手すごいと思うんですね 他に群がりますし。しまあ、それは性格面もそう。状態の時もそう。ファンとしても、そしてイメージ的にも、そして数字がここまではっきり変わってくると3番に戻してよっていう声が多くなるのは仕方なかったかなと思いますね。ただ、それは主導陣が一番分かってるはずです。僕なんかの素人が導き出せる数字やイメージは中の人からすればそんなもん知ってるわいとなるものばかりだと思います。ですが、大山選手が試合に出れる状態でも4番で使わなかった。サンズ選手もいない。佐藤選手も4番で使うには確実性が低い。ロハス。選手も左打席の時はまだしも右打席になると確率が落ちてしまう、まあ、それらを考えるとまる。 に予選を任せるしかなかったのかなと思いますね。まああれだけ主軸選手が一気に状態を落とすと、もっとチームが崩壊してもおかしくなかったよなと本当に思います。よく投手陣と控えの選手たちが頑張ってくれました。で話を戻しますが、確かにスケッタ選手にフォアボールを選ばれてもなと、やっぱり返してくれないとという意見はごもっともです。ですがマルテ選手自身がタイガースでのプレーを望んでくれて、タイガースが考える範囲内の予算で来年も雇うことができるのであれば、ぜひまたお願いしますというのは僕の思いですね。まあ、今日本人選手で20発以上打てて出塁率で近本選手を上回れそうな選手っていうのは正直なかなか いないんで、やっぱりタイガースの優勝に必要なピースかなと感じてます。まるで選手がここで優勝したいっていう力、強いコメントを出してくれてるわけですからね。まあ今見る限り相思相愛状態。ここからどういう話にまとまっていくのか、引き続き注目してみていきましょう。よかったらぜひとも皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで。以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かったためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局チャンネル登録者21、200人突破いつもありがとうございます。皆さんのご視聴コメント高評価。 チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者22,000万2千人ということで今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたしますでまた次の動画でお会いいたしましょう毎日トラホーありがとうございましたマルテ選手が出してくれた嬉しいコメントこれは本当にタイガースファンにとってかけがえのないものです今後どういう話にまとまっていくのか注目してみていきましょうでまた